東京2020パラリンピックに陸上競技で出場した赤井大樹選手が地元の橿原警察署の一日署長に委嘱され、年末年始に向けた啓発活動を行いました。この日はまず橿原警察署の福井勲署長から赤井大樹選手に委嘱状が手渡されました。橿原市出身の赤井選手は東京2020パラリンピックで陸上1500メートルに出場し5位入賞の成績を残しています。事件事故がないように、今日精一杯頑張ります。その後署では赤井選手も参加して年末年始の犯罪や事故防止に向けた特別警戒隊の出発式が行われました。橿原市飛鳥村高取町の市民の方がですね、安全に暮らせますようにですね、事故のないように守っていきたい、このように考えております。橿原警察署の管内では高齢者を狙った特殊詐欺の被害が多発、およそ3億円の県内の被害のうち3分の1近くが管内で発生しているだけに、橿原署では特殊詐欺を防ぐ啓発活動にも力を注ぐ方針です。